それで本日買ったメンバーの紹介をしていきたいと思います。1番はい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 。これを見たらね、皆さん熊本の郷土料理が少しでもね、分かるかなと思いますんで、最後まで見ていってください。どうも熊本移住チャンネルでございます。主に熊本の観光やグルメについて投稿しておりますので、よかったらチャンネル登録のよろしくお願いいたします。お願いします。本日はなんと熊本の食材で朝から晩まで食べてみたをやってみたいと思います。イエーイ。僕もあの熊本に来てもう初めて知る名産品とか郷土料理とか、はい、っていうので朝から晩まで食べていって皆さんに紹介しつつ、またそのね郷土料理をレビューしていこうかなと思います。はい、それでは食べていきたいと思います。はい、まずはこちらのいきなり団子。いきなり団子いただきたいと思います。いきなり団子。いきなり団子、名前の由来は、名前の由来はなんかいきなりっていうのが熊本の方言みたいで、はいはい、簡単とか素早くっていう意味があるみたいです。来客が来た時に、まあ、素早く出せるおやつとして、はい、いきなり団子っていうのが作られたみたいです。食べていきたいと思います。いただきましょう。うん、中身があんことさつまいも。さつまいも、うん、なんか2パターンあって、うん、場所によって違う違うのかな、地域によって作り方が違う、うん、これね結構ねっとりしたさつまいもじゃん、うんうん、でも結構ねあのもう輪切りにしたものをそのまま入れるっていうパターンもある、うん、俺このタイプ初めて食べたの、ね、いつもガシッて、そうだからお店によって違うのかな。このペースト状の方が俺美味しい気がする。ほんと、私蒸したやつの方が好きやん。あっちの方がなんかいきなり団子って感じする。あ、そうなの、ね、うん、これ家で作ったやつも、まあ、家で作ったやつもする。あ、そうなの、ね、うん、私この生地の塩っ気があるのが好き。うん、合うよね、うん、とさつまいもに。ちょっといきなり団子を食べたんでお口の中潤しましょうか、うん、はい、これはね酪農マザーズって言って熊本のところで作ってる牛乳みたいです、はい、これはもう小学校中学校の給食でお世話になった牛乳。ああ、なるほど。これ飲んで育ってたみんな。そう、これもいい、はい、これはプールの時間が終わった後に飲む。私の学校ではねジューシーっていう、みかんジュースです。あ、他の学校でも飲まれてるけどいつで飲まれるかわからんみたい。うん、他の学校でも飲まれてると思うけどね、さすがに他の学校行ったことないけどわからん、うん、でも飲んでると思う。ちっちゃいよな。ちっちゃいよ、子供用みたい。そうで、これね絵柄がすごい可愛くて、あ、ま、前と後ろにこうやって絵柄があるんですけど、まあ、小学生が描いた絵を貼ってるっていう。応募するわけよ。いや分からん、これどういう仕組みでここに載ってるか私はもう分からん。学校でなんかこういうの出しましょうとかではないんや。多分何かで入賞してるんじゃないかなとは思うんだけど、応募するとかないんだよ。ほら、本当だ。令和4年度第76回熊日学童スケッチ展の入賞作を掲載しました。その出してるんやっぱり個人的に。熊日学童スケッチ展ってあれじゃない、夏休みの宿題みたいな多分、まあ、熊日って書いてるけど熊本虹日新聞が多分応募してるやつで、うん、まあ、それとまあコラボしていただきます。いい思い出に、ね、なるんじゃないですか。友達とか乗らんかったの。あー美味しい、これめっちゃ無視するね、俺のやつ。いや、乗ってないと思う。見たことない、俺の、私の乗ってるとか。これよ、ジューシー。あ、でもめっちゃみかん、うん、うん、普通に飲みやすいし。熊本県はこれね、買ってください。次でサラダちくわでしょ。ちくわサラダ、うん、ちくわサラダ。どっち、ちくわサラダって書いてるの。俺だけサラダちくわって言ってる、うん、これはね、元祖ちくわサラダです。はい、なんで元祖なんですかこれ。お弁当の日大っていうお弁当屋さんが出してるおかずなんだけど、ちくわの中にポテトサラダを入れるっていう斬新な一品になります。お弁当の日大がね、発祥だと思う。食べましょうか。お弁当の日大はね、うどんとかも美味しいんだよ。ホットモット的なイメージ。そうだね、熊本のホットモットでも、まあ、うどんとかそばとかイートインスペースもある。うん、私は大葉入りにしました。うまいわ。こんな感じ、ペースト状のポテトサラダが入ってる。美味しいよね。回転もオーバーチーズ身長高いけどさ、牛乳ってのたくさん飲んでたらしちゃった。学校では飲んでたけど別に家では飲んでた。じゃあ関係ないんだ。関係ない。あら、この舌がさ虹色になったらいいとか言うのあった。全
収してる。こうやって全部潰してこう縦にして回収してた。こうやっていっぱい入れて。牛乳ってさ、キンキンに冷えてる時が一番うまいな。やせやな。生ぬるくなったらちょっと嫌になる。こうやな、こういうの。正解正解。やったわ、これ。正解。では最後に、はい、スイカをいただきます。私大好きスイカ。植木が一番有名なんですね。そうそうそう、いただきます。なんかスイカ食べたら夏って感じする。うん、甘いわ。中学校の後輩がね、スイカ農家だった。来年はそこからスイカを買おうと思って。すっごいでかいんだって。おいしい。おいしいです。こんな感じで朝はいきなり団子、ちくわサラダ、スイカと牛乳とジューシーとね、飲んでいきましょう。お昼にまた会いましょう。バイバイ。バイバイ。はい、お昼やってまいりました。仕事頑張ってね、お昼食べたいと思います。お昼はこちらからしれんこんですね。もう熊本でといえばからしれんこん。これあの4分の1サイズの、が棒で売ってたんですよ。それを、カットしました。で、こちらタイピーエンですね。はい、これ僕初めて聞きました。タイピーエンって言葉自体。あ、そうなの。はい、中国の福建省の郷土料理だそうです。日本でアレンジされて中国料理の一種。春雨スープにエビ、イカ、豚肉、白菜、タケノコ、キクラゲなど五目炒めを合わせ、揚げ卵を添えたもの。はい。で今回ね、このタイピーエンでもいろんな種類のメーカーが出てるんですけど、この元祖と言われる快楽園、新町なんです。これね、あの僕のここの住んでるところの目の前にあるところが発祥だそうなんで。家から見えるもんね。はい、なんでまたここにもね、食べに行って発祥のお店で食べたいと思います。昭和8年創業みたいですね。で、熊本県民が誰もが知るふりかけがあるそうなんですが、これですね。ご飯の友です。はい、ご飯の友ですね。ご飯の友の歴史がね、はい、まあ、日本にカルシウム不足があるからカルシウムをこう補うためにカルシウムいっぱい入ってるやつです、はい、魚の骨を粉末にしてご飯に食べるっていう発想だし。でこれね、美味しいんだけど、ご飯にかけたら私これ匂ってた時にさ、食いって言ったらもうあのメダカの餌の匂いするよ、これメダカの。でこう開けた瞬間メダカの餌。でもすごい美味しい。ではお昼ご飯食べていきましょう。いただきます。これね、塩コショウがついてるからお好みでかけていきましょう。私はスープを飲みます。美味しい。豚骨スープだね。他のやつやったら種類いろいろあったよな。なんかね、チキンとかいろいろあると思う。今食べた方がいいよ。春雨がめっちゃいい感じ。めちゃめちゃいい感じ、春雨が。うん、うまい。美味しいよね、うん、もちもちだね、春雨も。よくないとこでも食べれそう。熊本しか食べられんかね、これは。そうだね、普通におすすめ。これ普通の春雨より細いよ。うん、からしれんこん食べてな。個人的にはマヨネーズつけました。若干カツオに似てるかなって感じがする。うん、私結構感動しとる。もっとこの春雨がちょっと雑魚春雨だと思ってた私。うまい、普通のスープ春雨。そう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 。食べた記憶があるのがさ、お店で食べたっていうより給食で食べた思い出が強かった。給食で出る出る出る。でも給食のやつってさ、こんないい春雨じゃないじゃん。うん、だけどなんか雑魚春雨だと思ってた私。大きいおかずで出てくる。え、家とかでは食べへんの。いや、わからん。家にいる。うん、生粋の熊本県人だと食べるのかな。でもさ、なんかさ、出身地がさ、そこだったとしてもさ、例えば奈良だけ奈良漬け米食べるかって食べんやん。で、馬刺しを食べる習慣はあった、うん、お刺身と同じぐらいの頻度でね、うん、はい、タイピーエンとご飯の友とガシネコ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また夜に会いましょう。夜は豪華な、熊本の名産品をね、食べていきますね。皆さんチェックお願いいたします。まずは熊本といえばやっぱり馬刺しですよね。胃の一番に出るんじゃないかなと思います。こちらを食べていきたいと思います。はい、もうあっさりの。おいしい、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 おいしい。甘い醤油がいいよね、うん、馬刺しって感じする。熊本といえば馬が有名。他馬育てられへん、逆に。大葉がやっぱり美味しい。いってらっしゃい。
あの刺身とかもさ、で、続いてこちらはお味噌汁と思いきやダゴ汁。ダゴ汁も初めて聞いた。嘘。うん。これはね、赤牛ダゴ汁って書いてあって、醤油ベースの出汁でした。ダゴ汁もやっぱりその流派があるんですか。味噌醤油だね。でも私大体味噌かな、いつも食べるの。でもなんか場所によってとか家によって違うんかなっていう感じで。団子麺もなんか小麦粉をこねってちぎってこうやってポンポンポンって入れるのもあれば、この今日のみたいなね、この長い感じのこういう麺の場合もある。いただきます。いただきます。優しいよ、だしやね。これが団子ですね。団子のことをダゴっていう。ダゴってなんかめっちゃっていうのもダゴっていう。あ、そうなの。これもめっちゃ美味しいねっていうじゃん、標準語で。そう、ダゴみあみたいな。だけどちょっとそっから来てる。いや、分からん分からん。どのダゴか分からん、私からしたら。団子のダゴだと思うよ多分、うん、けどダゴってなんか方言でも使う。じゃあ両方入ってんねん。かけてんのかな。うん、そうじゃん。今回結構汁物当たりだったね。うん、パイピーも含め、うん、美味しい美味しい。お汁はどうだろうね、1ぐらいかな私の家は。うん、馬刺しも家で出てくる。馬刺しはそうだね、スーパーで普通に買えるからね。確かに、多分他の地域って馬刺しってスーパーに売ってないんちゃうかな。冷凍じゃない全部。うん、いや冷凍も見えへん気するけど。あ、そうなんだ。うん、それ言ったらからしれんこんとかもそうやけど。でもからしれんこんって多分お酒飲む人だけで、うん、しょっちゅうしょっちゅうおかずで買おうみたいな感じではないかも。うん、続いてメインディッシュいきましょうか。こちらはね、赤牛ですね。赤牛は普通のスーパーで売ってないの、これ多分高級品になるから。そうだね。なんでちゃんとあの肉の大栄っていう精肉店、もう馬刺しと特選和牛の専門店っていうところで買ってきました。お高い。はい、赤牛はね、すき焼き用とステーキと焼肉用、この3種類あったんで、ステーキ用、ステーキ用、じゃん、焼肉用です。めっちゃ美味しそう。はい、これを食べるために今日やったようなもんです、企画を。はい、なかなかね、熊本県民もね、食べようってなって食べれるお肉じゃない。ああ、確かに。阿蘇で食べるってなったもね、多分2000円以上出さないと食べない前にもね。いやもう3000円近いんちゃう。そうだよね、うん、結構高いもんね。どこ行っても3000円が相場な気がする。めっちゃうまそう。私初めてかも、あのサーロインステーキみたいな。あ、多分 200g ぐらいで3000円ですね。おい、熱い。おい、いいんじゃないでしょうか。いってください。いきます。おい、いってください。いきます。おい、すごい。赤牛のサーロインでございます。おいしそう。いや、楽しみやな。いつも店で食ってんのあれなんなん、赤牛丼とかロースかな。でもカルビほど油っぽくないもんね、あれ。うん、あっさりってイメージだけど、うん、いいかな、どうだろう。うん、しい。うわー、いい感じ。いい感じ。共同作業。柔らかい。うん、もういいんちゃう。食べましょう。食べましょう。いただきまーす。これを食べに今日は頑張ってきた。どうしよう、そのまま行こうか一回。うん、いただきます。うまっ。もう柔らかっ。うまっ、脂が美味しい。うん、肉汁がすごい。わさびつけてます。うん、これはうまい、最高。笑顔になる味やな。これ歯に詰まらへん。わかる。うん、今まで食べた肉一番うまいかもしれない。ほんか。うん、30年間にして一番うまい。うん、前歯なんだろ。前歯ちぎれるもん。うん、皆さんぜひ赤牛を釣った方がいいな。うん、サーロイン誕生日これがいい。これ1枚。うん、ね、ここで、うん、外食行ったらさ、なんか思う存分お腹いっぱいならないよ。うん、
ここでさ、サーロインとさ、うん、焼肉を食べたらさ、うん、お腹いっぱいになるとめちゃめちゃいい肉食べれます、うん、いや、これいいね、なんかクリスマスとかさ、お正月とか特別な時とかにね、食べたりするのもいいね、うん、機嫌が良くならいい、機嫌悪くなったらこれ食べてくる、うん、いや、うますぎよ、永遠に食べれると思って、熊本に来たらまずね、赤牛から居酒屋とか行くやったら馬刺しとか、うん、はい、次焼肉行こう。焼肉もな、まあいい刺し入って、これ上ロースよ、 150g 2000円。なんか肉って何グラムで買ったことないからさ、なんかどれが正解なのかとか、少なって思われるのも嫌や。いただきましょう。はい、これでいただきます。うまい。ポーズは脂身が効いて食べやすい。さっきはサーブリンに心抜かれてしまった。俺はこれぐらいくどくないやつの方がいいから、おじいちゃんに、うん、いやー、うちはさっきのサーロインに届かれたら、横添えが、うん、食べるのがこんなにうまいかっていうのがうまいな、うん、今までのは肉のタレつけやらごまかせて食われへん、うん、肉本来のこの油の旨味で食べれる。いやー、晩ご飯美味しかったな。美味しかったね。で、最後ですね、熊本といえばというお菓子最後食べて終わろうかなと思います。いつものごとく、じゃじゃん、北斗ドーナツ棒、これの3本入りがね、こう売ってるんですよ。小腹すいたら食べてください。すごい、締めにポテトドーナツも食べる。これどのタイミング食べても美味しいよ、うん、また出てきました、酪農マザーズのカフェオレ。これがなんか一番酪農マザーズより定番、うん、牛乳の次に。このパックのシリーズはカフェオレがすごい、うん、私はこういうのイチゴミルクが好き。熊本で使われてる。美味しい。美味しいです。満足な一日でしたね。熊本にはね、たくさんの特産物がね、あります。皆さんもね、僕が食べたやつも、あ、これいいなと思ったらね、食べていただければと思います。他にもね、まだまだ特産品ありますので、よかったらこれも食べてとかありましたらね、言っていただければなと思います。やっぱり阿蘇の高菜のチャーハンとかね、うん、普段も食べてるけど、あれもまあいいなと思うし、そうだね、うん、まだまだたくさんあるのでね、よかったら皆さん熊本に足を運んでね、グルメ楽しんでいただければなと思います。また自然もね、たくさんあるんでね、はい、堪能していただければと思います。まあ、堪能したい方、まずね、僕の YouTube 見たらいろんな動画上がってますんで、見ていただければなと思いますんで、また来週ですね、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録といいね、お願いします。バイ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 。だけだけだけ